と赤星赤崎瀬尾赤星よしよしっていお願いします、はい、さあこちらマクナカさんでございます、はい、ね、マクナカさんですけども、な千代田区神田川町ということでね、萌え歴は3つね、お茶の水と新お茶の水と神保町駅全部5分です、ちょうど真ん中にある真ん中の、ね、確かに明大の前明大前、うん、そうなんですよ、もともと早稲田大学の前、明大前は別になっちゃうから明大前、そう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 、早稲田から明治に移転してきたという、もともと早稲田にあったもんね、そうなんですよ、あのどちらも大学の近くということでね、うん、大学生大喜びというお店でございますけども、おえこちらタッチパネル式のラーメンつけ麺混ぜそば、うん、まあドリンク類などはねこう押していただくと出てくるという形でございまして、うんうんうん、で私は今回ラーメンをねピッと押してるんですけども、はい、まずねこうサイズとそれからこうちっちゃいんだけども、うん、あの極太麺か中太麺を選べるんですね、でその太さは無料で選べるということで、なるほど、選べるんです。でこれまたピッと押します。それとですね出ました便利だねこれは本当に。そうなんですよね、最近すごいっすね、やっぱね増えてきたよねこれね、やっぱりコールをねマシマシとかまでできるんだけど、実はこの日が初めてこれが導入された日だったんですよ、あ食券のタッチパネルが、そうなんですよ、そんなパネルで選んだこちらのラーメン大極太麺、野菜増し、ニンニク増し増し、油増し増しということで、野菜の増し増し券だけはないので希望する場合は野菜増し券を2枚購入する、2枚購入すればいい、そうなんですよね、で豚はデフォルト2枚なんですけども、豚盛りの450円で使うと5枚も追加されるんです、すごいドンと、あ5枚になるのか5枚追加なのかよく聞いてください、そこはおっと定かじゃない大事だけどそこはねあのよく調べてくださいね、小ぶりのねややほろ巻き豚からいきます、うん、これがね塩気が強めなんですよね、そうですね、子供と塩気強め、そうなんですよ、で早速油野菜ももういっておりますが、これねマシマシにしている油、うん、これ淡くねこう味付けがされていて乗ってるので野菜にね、うん、ドレッシング油なんですよ、もう本当にそんな爽やかなもんじゃないでしょいやこれ、ね、味が確率に違うけどね、ドレッシングだとしたら、いやもういいですよ、もう豚界のドレッシング、豚界のドレッシングですもんねそして麺がもういやめちゃめちゃ太い、蓮見並みのね、蓮見レベルすごいな、これぞ極太麺、幕、うん、中さんがこんな太いとは僕知らなかったです、あーなるほどね、調査の人たち、あーもう見て見て、リブレーしちゃったもんね、まずはこれ一本だけいきます、すごいね、ね細麺のお店だったらもう5、6本には相当するであろうというね、ちょっとした土壌だもんね確かにね、激太激硬、吸い上げて土壌をスススッとね、噛みちぎり感がすごいということですが、あんまり引き出しちゃうとすすりにくいんで2、3本ぐらいにしておきましょうというね、ことでございます、さあすごいね、なんか、ねえなんかラーメンを食べてるとは思えない光景ですけども、そうね、あんまり見ないね、グッとね、さあそしてスープね、あそうなんですよ、乳化系なんですね、うん、いや乳化しておりまして、これがねまろやかな甘みバランススープです、まあちょうどいいっていうことですか、うん、ちょうどいいということですね、乳化してるけど、はい、今のところエコーかけられたらよかったね、すごくね、さあ後でじゃあかけようさあそしてニンニクもマシマシにしております、なんか30円でマシマシできますんで、はい、ニンニク好きならまあマストでしょう、まあ、ニンニクもできますね、そうですね、あの通常のニンニクならまあもちろん無料なんで、うん、やってみてください、うん、ということで、これがねやっぱバランスタイプのニンニクにはね合うんですよ、ニンニクはね、バランスタイプってどういうことなんだ、だからまあ安定したマイルドでもないバランスなんです、バランスが、まあ、バランスか、そうなんです、でも辛口にしてニンニクで、そうなんですよね、まあ、味変の伸びしろがあるということなんですねなるほどね、まあ味が薄くなってきたかなくらいでニンニクを入れると、あーなるほど、いいでしょう、自分でね調整しやすい、調整しやすいということ、あ、そんな調整しやすいなんて言うからこれが出てきちゃいますね、はいはいはい、白状開始のレベルはなんと 3.4 ということでね、バランスですね、バランス開始です、うん、ね、麺がこれねスープより上にせり出しているので、うん、麺にこう直接かけることになっちゃうんですよ、あ、はい、あえ麺のようになる、あえ麺、あえ、あえた麺になるということなんですね、ところがしょっぱレベル 3.4 なので美味しくすすれるというね計算されてるんですねこのお店ね、すごい、幸いにもってどういうことしょっぱすぎたら危ないところ、自分でやってることだから、ああもう黒胡椒はもうドバッとねいっちゃいましたけど、適量がちょっとね出ちゃいましたねよかったよ本当に適量が出ちゃったんで危なかった、ただねかけすぎは良くないのでね、良い子は気をつけてください、そこはね、かけすぎるな、酢でもう思いました、食ってるチュロスをねこう吸ってやってるの、人生でないよチュロスすすること、もうザラつきと太さが似てたんで良かったです、食い方やめるじゃん、はい、やっぱりねバキバキ太麺、荒々しい胡椒
トラトラトラよりデンジャーということでね、何の伝令なんだよ、すいません、ちょっと本当にね、あのブッダブランドのね一節をちょっとお送りしちゃいましたけども、あ、そう、ごめんなさい、僕マックスの方で参加されてました。マックスは、マックスの方、第二次世界大戦で思い出した人はいないということで、ね、まあ一回俺伝令って言ってました、伝令って言いましたけど、ごちそうさま、そんなこと言ってる間に、ごちそうさまでございましたね。マクナカさん、あの通り沿いにあるんでね、通り沿いにあるんで 87.48 です。なるほど、いやよかった、麺の太さもうものすごいんでね、いやすごいっすね、これはね、これが極太麺だよね、極太麺、まあもう視覚的に見てもね、明らかに違ったからね、僕も命名しましたこれ、ど極太です。命名ってほどじゃなかったな、はい、まあ、確かにあんまひねりはなかったです、ね、どってつけただけじゃん、極太にどつけた初めての人かもしれないですよ、もしかしたら、まあまあ初めてでもいいし、いや、はい、いいっすか、もうそこまでの発明じゃなかったね。そうっす、あ、じゃあもう使います、僕どこく言いづれえな、どういうこと、言いづれえな。というマクナカさん、はい、ごちそうさんでした。です、thank you.